はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、レピペンです。今回は海王星のボスと海王星にある冥王星ジャンクションの攻略解説をやっていきます。冥王星ジャンクションは海王星にあり、海王星の潜入でデータを3つ入手する、2番目の夢をクリアする、海王星のボスを撃破する、この3つの条件をクリアすることでジャンクションに挑めるようになります。冥王星ジャンクションでの潜入ミッションの課題は、1回のミッションで全てのデータ保管庫を開ける必要があります。海王星の潜入ギミックは金星での潜入と同じ作りになっているので、金星の潜入ステージで練習してから挑むと安心してクリアできると思います。しかしどう攻略すればいいのか見当がつきませんという方は、以前私が作ったクエスト解説動画奪われた野望をご覧ください。動画の5分10秒のところから潜入の攻略方法を詳しく解説しているので、そちらを見に行ってみてください。2番目の夢をクリアするという条件に関しては、以前2番目の夢の攻略情報についてまとめた動画があるので、そちらをご覧ください。クエストクリア報酬でブロークンウォーという武器が手に入るので、それを使うと海王星のボス攻略が楽になります。ここからがこの動画のメインです。海王星のボスを倒すにはモッドの準備とボスの種類の見極めが大切になってきます。モッドはウォーフレームそのものの耐久力を確保し、ある程度の武器の火力が必要です。入れたモッドはこんな感じです。エクスカリバーにシールドとヘレスを盛りましょう。そしてクエスト2番目の夢で手に入れたブロークンウォーにこれだけのモッドを入れておきます。こちらのボスもシールドを持っているタイプなので、毒属性単体を入れておくといい感じに削れます。近接武器の毒属性モッドはブッチャーという敵が出るので、ブッチャーを買って確保しておきましょう。それと惑星開拓ショットガンヘックもあれば持っていきましょう。ではボス攻略に向かいます。ボスが出てくるところまでは無駄に戦闘しないようにしましょう。しゃがむボタンとジャンプのボタンで高速移動のバレットジャンプができるので目的地に急ぎましょう。ここからが重要です。今回のボスは1人で挑む場合、4種類のハイエナというボスの中から2種類のハイエナが襲いかかってきます。種類を判別し優先順位をつけて攻撃を集中させ倒すのが大事になってきます。ちなみに2人以上で挑む場合はハイエナが3体になります。まずは青いハイエナです。エネルギーを減少させる攻撃とウォーフレームのヘルス、シールド、エネルギーの値が見えなくなるオーラを発しています。見つけたら最優先で攻撃して倒しましょう。次は緑色のハイエナです。他のハイエナのシールドを回復し遠距離攻撃もやってきます。近接武器でなるべく早く倒しましょう。こちらは白いハイエナです。近づくとこちらのスピードが遅くなってしまうので、遠距離で攻撃すると良さげです。優先度は低めです。最後は黄色いハイエナです。炎のダメージ効果を出してきますが、それに気をつければ脅威度は低めです。まとめると青、緑、白、黄色の順番で優先順位をつけて攻撃し各攻撃配していけば OK です。以上が海王星のボスハイエナの基本的な準備と立ち回りです。ここまでの条件をクリアすれば海王星にある冥王星ジャンクションに挑戦できます。ジャンクションにいるエクスカリバーのスペクターを倒せば、ドラクグーンというショットガンの設計図とクロマシステムの設計図がもらえます。ドラクグーンは次のジャンクション課題で必要になってくるので、設計図を捨てずに取っておくと良いでしょう。以上が冥王星ジャンクションの攻略です。ご視聴ありがとうございました。この動画が分かりやすかったという方、面白かったと思った方、それ以外の方もチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回、さようなら。